土屋の車の話。この番組は毎回車業界で働く方をゲストに招き、業界の裏側や奥深い車の世界の話をたっぷりと語っていただく車好きのためのトーク番組です。はい、今日もテリーさん、土屋さん、車愛全開でお願いします。土屋さん、はいはい、最近欲しい車ありますか？やっぱね、新しい GR86 と BRZ いいですね。これね、聞きたいんですよ。はい。どっちがいいの？あ、好み。あ、それこそトヨタとね、まあそれこそ富士重工、まあスバル、迷うとこあるじゃないですか。俺的にはですよ。俺的にはやっぱ遊べるのはトヨタの GR86。うん。その前後バランスがちょっとこうリアがテールスライドを起こしながら走れるって。なるほど。スバルは後ろがドシッとしてて、割と安定志向。今の言葉は重いですよ。だってさ、自分だってベストカーで乗ってるじゃないですか。僕も実はトヨタのが顔がいいんですよ。僕はどっちかというと走りはよりも見た目重視だから。見た目ね。見た目はなんかそれキャバクラの女と一緒ですよ。あ、そう。はい。一緒ですか。一緒ですよ。やっぱりそうですか。はい。そうですよね。あんま変わんないと思います。確かに。バカにしてるもん。いえいえ。鶴山さんはね、猫かぶってる。あ、そう。あのね、ポーカーフェイス。なんかね、俺怪しいんですよ。というのは、一本目見てて言葉遣いがね、営業トークなんですよ。全部綺麗な。そう思わなかった？わかりやすくはありますけどね。いや、いいんですけども、なんかね、まだね、ちょっとね、セールスの匂いがするんですよ。多分この男はね。二枚舌ですね。なんかね、なんかいや俺本当こうじゃないんだよってね。先ほど僕ね、そこまで言いますか。あのね、先ほどね、洋服を決めるときに僕とね、土屋さんがこれラグでしょ。実は鶴山さんね、スーツも持ってきたんです。あ、そうなの？スーツがね、遊び人でした。遊び人でした。だから多分ね、その辺のところで実は持ってると思いますよ。なるほどね。ぜひ回を重ねることに。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日そんな話じゃないですよね。失礼しました。前回引き続きテネコジャパン鶴山社長にお越しいただいています。はい。さあ今回はテネコジャパンがシェアトップを有するマフラーについてお伺いしていきたいと思います。本丸にね、入ってますよね。今回は特別にテネコジャパンの心臓部ともいえるマフラーの製造工場に潜入させていただきました。一体どのようにしてシェアトップのマフラーが作られているんでしょうか。VTR をご覧ください。テリーさん、土屋さん、番組レポーターを務めさせていただきます。愛車は S2000 とアルテッツァ、プロレーシングゲーマーの山中です。今日はテネコジャパンの2台ともいいセンスしてるね。はい、早速なんですけれども、今回この工場をご紹介していただくスペシャルをご紹介したいと思います。大阪ですか？エンジニアリングスーパーバイザーの石津健一さんです。よろしくお願いします。テネコジャパン、石津健一と申します。本日はよろしくお願いします。いい車に乗ってるね、石津さん。どういった場所になるんですか？このような自動車用の排気システムの開発製造を行っている場所になります。早速ですが山中さん、自動車の部品なんですが、こういうものを見たことありますでしょうか。はい、これはマフラーですよね。半分正解になります。半分ですね。はい、一般的にマフラーというのはですね、消音器と言われまして、そちらの後ろにある箱のようなものがマフラーと言われまして、こちらは、エキゾーストシステム、排気処理システムとも言いますが、というものになります。で、弊社ではこの排気システムは前から後ろまですべてやっている会社になります。まずはエンジンダイナモ、エンジンの制御をするところになります。オペレーター室。はい。こちらの方でですね、先ほどの着用したエンジンだったりをですね、ダイナモメーターというものにつなぎまして、エンジンのコントロールをしながら、弊社マフラーの消音性能を開発するにあたって、その性能がどんなものなのかというのを測定をしながら、評価を進めていくということをやっております。お、もう一個扉がありますね。あ、ちょっと匂いもしますね、ここ。はい、そうですね。なんかちょっと排ガスの匂いがしてきました。ここもお願いします。ちゃんとした会社ですね。いや、ちゃんとしてますよ。ちゃんとしてますよ。びっくりしました。世界トップシェアですよ。すごいなんか特殊な形をした部屋、レコーディングスタジオみたいな。そう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 。これ皆さん伝わりますかね。今これ声が全然響いてないんですよ。でスポンジのような素材で、これが無響吸収してる。音が吸収しちゃうんだ。でそんな中ここにマフラーが、もう早速これ今エンジンについて動いてる状態っていうことですね。なかなか一般の方こういう形でマフラーがエンジンにつながって動いてるの見ないと思いますので、すごい珍しいものだと思います。そうですね、これすごく珍しいですね。そうするとこれは一体どんなテストを今してるんですか。はい、これはですね、このマフラーシステムの、消音性能、音を静かにする性能が、目標に達するか否かというための音データの取得を、ここに今2か所マイクがあるんですけど、こちらで先ほどのオペレーター室の方でですねデータを見ながら確認していくというテストをしております。ここでは音の大きさを測っているっていうことなんですね。そうですね。いやすごいなこれ。すごいね。早速あそこに気になるオレンジのカーテンとかいろいろお聞きしたいことが増えてきそうな感じがしますね。ここはもしかして量産をしている場所ですか。ただいま西川さん何を言ってるの。スバルですね。そうするとじゃああそこが実際に製品を作っている現場と。みんなやっぱり車好きだからいつも見ちゃいますよ。見ちゃうよね。カーテンの向こう側で溶接。これなんですか。マフラー。これは実際にロボット製造工程でロボットがですね、溶接をしっかりと。これ今作ってるんですかこれ。どのぐらい前から依頼が来るんですか。車の開発、先ほども6年と申し上げましたが、このマフラーの開発はおよそ2年ほどですね。じゃあもうある程度になってから、エンジンのスペックが決まってから。そうですよね。これでかいマフラーだね。さあこれで今組み付けてる状態ですね。セットして動かないように固定をしていると。でここの部品を。これは日本で生産をされる車で日本で作ったマフラーが使われる。見てしまうと眩しいので、一瞬でしたね、今。次の工程はどんな工程になるんですか。こちらの工程では寸法の確認ですね。今寸法の確認、ロボットの方でやった溶接がちゃんと正しい寸法になってるか、あとは今溶接ロボットで溶接したところがちゃんと漏れてないかという確認の方をこちらの工程で行います、さあそしてここで物がこれが終わりましたらいよいよ次の出荷に向けて、出荷用の台車に載せるということです。じゃあもうここでこの製品は一旦完成ということになるんですね。ということでマフラーの製作工程についてご案内をいただきました。ありがとうございました。いやびっくりしました。これこんなちゃんとしてたんですね。いやちゃんとしてますよ。いやすごいなと思って。あと僕は正直言ってもっとオートメーション化されてると思ったんですよ。なんかよく自動車工場見ると。手作りですよね、意外と。そうですね。この溶接工程のところはしっかりオートメーションで品質を担保するんですが、それ以外のところはやはりもう目視チェックや手を入れてですね。そうですよね。いやだけどマフラーってさ、その外注に出さなくても自動車メーカーで作れちゃうもんじゃないですか。実はマフラーの専業メーカーというのは日本にも数社ありまして、さまざまなメーカー様が独自のサプライヤーチェーンでお作りになってですね、やはりそのマフラーってエンジンの性能を非常に大きく左右しますので、エンジンの開発からそのパワートレインという開発とともに行っていくんですが、やっぱり密なメーカーの設計の方とのやり取りが必要になるんですね。ですので、自動車メーカー様も評価は当然自動車メーカーがするんですけども、実際の開発はやはり下請けさんがすることが多くてですね、今回の番組もそうですけども、やはりその日本の車業界の技術は結構このティア1と言われるサプライヤーに詰まっていることが多いですね。今の映像を見てね、この映像を見て一般の方ってこんなに長くねなってるんだっていうのみんな知らないんじゃないですか。知らなかったです。どこまでがマフラーなのかっていうのが分からない。私がいつも見てるのはほんの一部ねだったんだな。下からね出てるね。これエキゾストからパイプだけでしょあなたが見たの。でもね一般の方ってほらというのはバイクってここに出てるあそこだけだと思うじゃないですか。だから思ってました。そうだよね。多分ほらそれこそなんかねそれこそ免許取るときには多少勉強するけどみんなここまで分かってないと思う。いや分かってないと思いますよ。これだってマニアックな番組だもん。そうですよね。これだって好きなやつしか見ないもんこの番組。テヌコジャパン工場長の西尾さんです。よろしくお願いします。はい、西尾です。よろしくお願いします。はい、こちら大阪工場ということなんですけれども、こちらの大阪工場では一体何を作られているんでしょうか。排気ガスの後処理装置を作っています。西尾さん可愛い車に乗ってるね。後処理装置。はい、というわけで製造現場にやってきました。ご紹介いただくのは松岡さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速松岡さんに一つずつ工程をご紹介いただきたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。 X レール機械の中で触媒がぐるぐる回ってますね。そうですね。あれで周りの風体を測ったり、まあ測定ですね。この製品に対して欠けがないだとか、はい、製品がちゃんとしたものであるかどうかをここで機械で測定をしています。はい、まあこちらのこのケースカリブレーションという工程に進んでいきます。こちらで触媒と言われるものが数値があるんですけども、はい、こちらに合うような形で、まあこの形ですね。この形に合ってこのシェルに合う形に成形していくっていう形になります。はい、ここからが、今まで作っていただいたものが、組み合わされていくという工程。ここまで掘り下げないですよね。まずここでこの3つの部材っていいますか、まあ、3つの製品ですね、はい、これをここで仮組みします。でこの装置でその仮組み施設を本当にお客様の規格に合った形に、セットしていくわけですね。はい、もうこちらが本当に最終工程になります。最終工程、はい、最終検査、になります。もう本当にこの製造の最終、まあ、工程になりますので、はい、まあここの規格がですね、今までの製品、まあ、全てここでチェックしてもらってる、もう本当にこれが、まあ、お客様の基準に満たしているかどうか、はいはい、でやっぱりその満足いく製品を届けられるかどうかのここで判断してもらっておりますので、はい、まあ厳しい目で、まあ、合ってる、まあ、その規格に合ってる、はいはい、かどうか、もう本当にチェックしてもらう工程になります。というわけで、製造工程をご案内いただきました。松岡さん、ありがとうございました。ありがとうございます。大阪工場っていうのはいつできたんですか？これはですね、およそ7年ほど前になります。やっぱり最後は手作業で。ね、そうなんだよ。だから手作業がすごい多いなと思って、偉いなと思って。はい。これ実際久保田さんの。マフラーなんですけども、うん、やはり久保田さんのマフラーの車種もいろいろありますから仕様がたくさんあってですね、例えば1つの品種でもバリエーションが20も30もあったりします。そうしますと機械ではなかなかできませんので、うん、手作業でそのバリエーションに全部対応すると。今回の収録に協力してくれたのは埼玉県坂戸市の車屋さんアヘッドさんです。はい、まあ、中古車はもちろん、うん、新車の販売ですとか車のカスタムチューニングもトータルで任せられるんですよ。いいね。はい、そういう店なんで、はい、まあ車好きあるいはそうでない方もぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。テネコさんにてクリーンエアを担当されている津谷俊之さんにも来ていただいています。お願いします。よろしくお願いします。はい、目の前にすごいですね。マフラーの実物ですね。特別にスタジオに。例えばこのマフラーだって、はい、普通僕らが見るっていうのはここからこっちじゃないですか。ここだったんですね。そうですよね。こうやってそれもこの辺の角度でね、はい、こういうふうになんか上から見るってまずないからね。こんなに大きいとは。これなんかスポーツカーっぽくないですか？これジャガーって書いてあるんですよ。ジャガー。これ何なんですか？これは何のやつでしょう？ジャガーの F タイプであります。V8 スーパーチャージャー付きのです。タイプはめっちゃスポーツタイプですよね。500馬力以上が好きです。そうですね。出口がかっこいいもんだからこれ絶対高い車のだよね。マフラー的にはね。これとこれの違いって何ですか？こっちの方がまあいえば安いタイプで、まあいえばここの中の触媒が2個入ってまして、DOC っていう触媒とあとここがフィルターですね。それで機能するものなんですが、こっち側はここから尿素水を入れるんですよ。はい、でそのアンモニアを使って、排気ガスをきれいに浄化するというようなことで、まあ、より高度に制御が必要で、排気ガスをきれいにする能力が高い。これは何の車ですか？これはですね、まあうちでいうトラクターとかそういうショベルカーとか、ああ大きいやつ、そうですね。乗用車の方っていうのはやっぱ自動車メーカーによってこの音違うだろうっていうのはないんですか？ありますね。自動車メーカーさんによってやっぱりこういう音作りを目指されてるメーカー、まあ土屋さんがよくお乗りのスポーツカーなんかそうですよね。やはり非常に音の心地よさを気にされますけども、いやだって音を変えただけでその出力も変わるじゃないですか。車のエンジンパワーが、メーカーの担当がこの音はうちの音じゃないって言われた時点で、まあ多分何言ってんだこいつらって思う思うよね。もうツヤが頭を悩ませるね。作ってる側からすればさ、こんないいCO2も消して音もいい音で作ったのに、これはうちのエンジンの音じゃないって言われた瞬間にさ、カチンとくるよね。もうその辺は戦いですね。そうですよね。音にうるさいメーカーってあります？言えないよね。そうやって行ったり来たりしながら、微調整しながらやっと完成するものなんです。だってフェラーリなんか楽器屋さんに頼むんだよ、マフラー。そうなんですか。そうなんですよ。本当にまさに確かにね。独特なね、まあポルシェにしろ、ランボルギーニにしろ、やっぱりなんかね、それこそ見なくてもなんかね、みんなもう音だけであれフェラーリが通ったとかみんなわかりますよね。わかりますよね。これね、根本的なお話をしていいですか？今 EV になってきてるじゃないですか。これではどうしたらいいんですか？そうですね。そこは本当にテネコ社にとっても悩みでして、そこを克服するためのさまざまな技術や知見を今養ってますので、それをまた、後ほど詳しくご説明させていただきます。これね、またね、次回この機会でね、やってきますので、ぜひお話まだまだ伺いたいんですけれども、今回はここまでとしましょう。ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。